どうも皆さんこんにちは、ひでたびチャンネルです。今日もですね、皆さんの受験に対するこう失敗談とか過去の話とか、ああしとけばよかったなっていう話をちょっと紹介していきたいと思います。僕のインスタグラムでダイレクトメッセージ送ってくれれば、これ動画でね、 YouTube で紹介していきますし、それが多分皆さんのね、後輩たちの力になるっていうかためになると思うので、ガンガンね協力してください。いつでもねダイレクトメッセージ待ってますので、どしどし送ってください。はい、ということですね、今日はですね、いっぱいメッセージが本当にね、いっぱいメッセージ送ってくれてありがとうございます。本当にねありがたいです。もう皆さんのおかげでね、後輩の皆さんも多分ね役に立つと思いますし、ありがたいなというふうに思います。はい、ということで、まずはですね、ラジオネームじゃねえな、 YouTube ネーム笹パンダさん、笹パンダね、パンダ好きなんで笹パンダでいきますということなんですけど、ありがとうございます。はい、受験の時こうしておけばよかったっていう後悔とかありますか？夏休み勉強あんまりしなかったです。余裕で過ごしてたら冬休み後悔しました。夏休みはまず基礎をやった方が良かったなーなんて思ってます。あとバカな考えで周りの人もまだやってないからいいかなって心の隅で思ってました。3学期は友達と休み時間に勉強してわからないところを聞いたりして、自分はその方が一人勉強する理解ができ勉強がはかどりました。あとは普通に暗記するより家で飼っている犬に説明して問題解いてました。その方が覚えやすかったです。長文すいません、以上ですっていうことなんですけど、全然長文じゃないですよ。ありがとうございます。こう本当にリアルな声ですよね。夏休み勉強あんまりしなかったですって人ね、結構いるんじゃないですか。これね、部活終わって、割とすぐなので、夏休みあんまりねこう切り替えられないですよね。もうよくわかりますこれ、ね、余裕で過ごしてたら、夏休みリズムを整えるのが難しいんですよ。それまでこう勉強の習慣がある人は全然いいんですけど、やっぱ部活って頑張ってきたから、こう勉強の習慣ってついてないですよね。でリズムができてないので、これねやっぱそこからしっかりね計画立ててやるってのはなかなか難しいんですよ。もう多くの、ね、方がこれに陥ります。多分今ねこの YouTube 見てくれてる受験生の人とかもこれね陥りがちなので、気をつけてください。で余裕で過ごしてたら冬休み後悔しました。そう、冬休みあたりにねそのツケが回ってくるんですよこれね。でそこからね一生懸命頑張ってもやっぱ残りの日数ってもう1ヶ月ぐらいじゃないですか。1ヶ月、公立だと2ヶ月ぐらいかな、しかないから、なかなかこう挽回するの難しいんですよ。やっぱりねこう準備っていうのは早めの方がいい。これね本当ね、YouTube ネーム笹パンダさんね、本当にありがとうございます。これね話すのもね、送ってくれるのももしかしたら辛かったかもしれないね。当時のね記憶が思い出されて辛かったかもしれないけど、ありがとうございます。こういうね失敗談ってやっぱ絶対役に立つからね。で夏休みは基礎をやった方が良かったかなっていうふうに思っています。そうね、夏休みはね基礎固めの方がいいと思いますね。まあ問題をね解くっていうのはものすごく大事ですけど、まあ基礎もねやっぱ大事なので、特に苦手な教科はどんどんね基礎やってた方がいいと思います。問題集とか教科書読んだりとか、そういったことをねやってた方がいいと思います。逆に、ね、得意な教科に関してはもう問題をね解いちゃうっていうのはありかもしれないですね。ただ本当に効率的に使わないと夏休みはあっという間に過ぎますからね、注意してください。で3学期は友達と休み時間に勉強してわからないところを聞いたりして、ましたとね。であと普通に暗記するより家で飼っているように説明して問題解いてましたってことなんですけど、これやっぱ教え合うっていうのは大事ですよね。人ってインプットだけだとなかなかこう覚えないので、アウトプット、口に出してこう説明する、自分の言葉で自分の心の中でしっかりストンとその知識が落ちてこないと力にならないんですよね。だからインプットだけじゃなくて、それをアウトプットする段階になって人の力、脳っていうのはこう多分覚醒すると思うので、その段階までやるといいと思いますよ。でだからあんなに一生懸命ね勉強してんのになかなか成績が伸びてこないなって人は、もう少しアウトプットの量を増やすといいかもしれないですね。
で僕いつも言ってるのはもう人に説明しなさいっていうのはよく言ってますし、誰もいなかったら犬でいい、犬もいなかったらぬいぐるみでいい、ぬいぐるみもなかったら鏡でいいと、何でもいいからとにかくこう説明するっていうのが大事ですよっていう話をしてたんですね。まあ、だからねこれ実践して実際伸びたっていうね、成績が伸びましたよってことなんで、皆さんもぜひやってみてくださいね。これいいと思いますよ。それね、こう友達とかね人に話してやるっていうのはなんていうの、コミュニケーション取れますから、ちょっと心のねリフレッシュにもなるのかなっていうふうに思います。ただねずっとね友達とね無駄なおしゃべりになっちゃうとそれはもったいないんで、そこだけはね気をつけてほしいなというふうに思います。はい、じゃあ笹パンダさんね、これから多分高校生にね、なって楽しい時間が待ってると思うんで、ぜひね楽しい、エンジョイねしてください。はい、じゃあ続きまして、YouTube ネーム元2-1さんね、速攻でねこうメッセージ送ってくれたんですよ。本当にねありがとうございます。で、この方ね本当に学校が好きということでね、いつもね休校のねお話とかでこう話題を振ってくれるんですけれども、受験の時後悔した話とかってことで、受験の期間ずっと勉強だとストレスとかもたまるので、友達と少し会ったり外の空気を吸うためにお散歩するのとかいいと思います。そうですね、これ大事ですよね。やっぱり家の中にずっと引きこもっていると暗い気持ちになりますし、どんどん追い込まれた気持ちになりますよね。特にこうすごく競争率の高い学校とかを狙ってる時ってもうプレッシャーがすごくてね、押しつぶされそうになったりもするし、家の事情とかこうねいろいろあって、浪人生とかもそうですけど結構プレッシャーがねこうかかってくるんですよね。そうすると辛くなってくるので、たまにねやっぱ息抜きで散歩したりとかっていうのはいいと思います。で、人ってね太陽の光浴びないとどんどん鬱傾向になってくるんで、暗い気持ちになっちゃうんですよね。だから必ずこう太陽の光を浴びるようにした方がいいと思います。僕も今ねこうちょっとお仕事お休みしてて家にこもって YouTube のね作業とか結構やってるんですけど、必ず外のね外に出て太陽を浴びるようにしています。そうするとね気持ちもリフレッシュ、されるのでいいかなというふうに思います。で、友達とね少し会ったりする、これもね、たまにねやるのはいいのかなというふうに思います。やっぱお話しすることで自分のね中に秘めている思いとかっていうのをねこうで自分で知らず知らずのうちに思ってることとかで出てきて、なんかすっきりしたりするし、自分の今の気持ちに気づけたりするので、たまにねこう人と話すっていうのは大事かなというふうに思います。ただね、やっぱりここでも気をつけてもらいたいのは、ずっとねそっちの方向にこう逃げちゃうっていうかね、行き過ぎちゃうとそれは時間の無駄になっちゃうから、まあ、メリハリをねつけてやるっていうのが、まあ、大事かなっていうふうに思います。はい、元2-1さんね、元2-1ね、またね2-1みたいな楽しいクラスがねできるといいんじゃないですか。これからもね頑張ってください。はい、じゃあ今日ね最後、YouTube ネームイケメン戦士さん、イケメンですよこの方は、本当にイケメン、本当にいい人ですね。真夜中にメッセージ送ってくれました、ありがとうございます。受験の時こうしておけばよかったとかね、過去の自分にこう言いたいってことありますかってことで、どれだけ早く自分からやる気出せるかっていうのはめっちゃ大事だと思います。親や先生に言われるより結局やりたい、自分でやりたいことを自分で決める、これができなかったんだな俺はっていうことで、本当にこれ生の声ですよね。すごい、やっぱさ、この人すごいなって思うのは、まだ僕よりねもう一回りも若いですよ。なのにもうちゃんと自分の人生にこう気づけてる、自分の人生っていうのは自分で決めていかなきゃいけないってことに気づいてますよね。ここがやっぱイケメンすごいよ、イケメン選手すごい。で、どれだけ早くからやる気出せるか、やる気っていうのはやっぱさ自分でしかこう生み出せないと思うのね。やる気スイッチっていうのはあると思うんだけど、やる気スイッチってさ
なんだかんだやっぱ最後は自分で押すもんだと思うんですよ。自分がその学校に行きたいとか、俺はこうなりたいんだ、私はこうなりたいんだって、そういう思いがないとやる気って出てこないと思うんですよね。だ親や先生に言われて、あよしやろうっていうのじゃ遅いし、そんな二次的なものじゃないんだよね。ここから出てくるもんなんだよね。そうでしょ、イケメン選手さんね。でどうすればよかったと思うっていうふうに質問したんですよ、合わせて。 そしたらね、一日の勉強しない時間を確実に確保するってことです。毎日同じ時間でルーティンにした方が勉強に身が入ると思います。多分親とか先生とかね、あと学校の先生とか塾の先生とかに言われて、もうガチガチにこう固められてたんだろうね、勉強のスケジュールが。でそれで、あなんでこんな勉強しなきゃいけないんだみたいな感じになっていたのかな、イケメン選手さんは。でも1日で確実に勉強しない時間だ、フリーな時間ですよね、何やってもいいよっていう時間を確保する。ただこの人の場合はそんなに長い時間じゃないです。そんなにね、もう3時間とか4時間とかそういう時間じゃないけど確保する。で毎日同じ時間でその時間を取ると。これね、だ本当すごいね、イケメン選手さんね。僕もね今ね、あの夜の10時ぐらいからはもうフリーの時間にしてるんですよ。もう何やってもいいよって時間、本読んだり、あの YouTube を見たりもします。ただね、まあ、11時半とか、まあ、寝るぐらいには終わりにするんですけど、そういうのはね、毎日同じ時間に、そういったフリーの時間を作るっていうね、ルーティーンを僕もやってるんですけど、この方もねやってるっていうんで、これなかなかねいいんじゃないですかね。うん、やっぱりこう人に言われてやるんじゃなくて、自分の中でやる気を出す仕組みっていうかシステムを考えていくといいのかなって。イケメン選手の場合は確実にやらない時間も確保してメリハリをつけるってことでしたね。今日ね3人の方、笹パンダさん、元二の一さん、イケメン選手さんの3人の方をね紹介しましたけど、まあ皆さんね、こう共通して言えるのは、まあ、メリハリですよね。メリハリ、頑張るときは頑張らなきゃいけないけど、休むときはしっかり休むっていうね、こういったメリハリも大事だということですね。はい、じゃあね、毎回10分ちょっとぐらいでね動画をまとめていこうと思うので、今日はこの辺にしたいと思います。こんな風にですね、受験に関する失敗談とか、もっとこうしておけばよかったとか、過去の自分にこう言いたいっていうようなことを皆さんに紹介していきます。きっとこれ受験生とか後輩たちの役に立つと思うので、どしどしメッセージを送ってください。別にね、今学生の方とかじゃなくても全然大丈夫です。大人の方でも大丈夫です。むしろ学校関係以外のことでもいいです。人生においてこうしておけばよかったな、今ね子供にねこう言いたいんだっていうことがあれば、もうガンガン送ってください。で概要欄にですね、インスタグラムとか貼っときますんで、ダイレクトメッセージ送ってください。本当によろしくお願いします。はい、じゃあ今日は以上です。はい、さよなら。バイバーイ。